司祭、任務を遂行する。大将軍は本当に高青山をこのような布陣で進軍するつもりなのか。知性をまるで無視した数頼みの強行、これではたとえ漢中を取れたとしても我が軍の兵端は確保できる。当該あざなは司祭、元は文官であったが芝居に才能を見出され軍旗に預かった。その頃、魏では妖帝曹峰が即位。彼の後見となった曹操は蜀を攻める準備を始める。この行動は功名を立てる司馬一族に対する焦りの表れであった。当該は一抹の不安を感じつつ高青山に向かった。その指摘は的確だ。こたびの進軍はさ、これは芝居殿、作戦前に士気を下げるような言語申し訳ありません。よい、少し見通しの立つ将兵であれば不満を覚えて当然の布陣だ。率直に述べてみよ。自分には不満など、命とあれば任務を遂行します。しかしはばかりながら今回の作戦にはいささか考慮されていない危険が多いかと。これでは漢中を抜くどころか。漢中にたどり着けるかどうかすら危ういな。お前名は何という？は、当司祭。当司祭、当該だというのか。ここに従軍しているとは聞いていたが、ずいぶんと。ご挨拶が遅れました。文官だった自分がこのような退任を賜りましたのは過日の芝居殿のご配慮によるもの。せめて第4の一部でもお返しできるよう励む所存です。期待しているぞ当該。ではこの馬鹿げた戦の収束を手伝ってくれ。
私にかかれ。諸君など敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。馬がご入り用で。またお待ちしてます。重要地点が手薄になっていますね。手遅れになる前に守備を固めます。義軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。確保だ。
いながら敵に艦中を。なんて情けねえ。艦中は取った。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。敵将を討ち取った。気合だ。なんとか艦中まで進軍できた。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。しばし殿らが皆よく集まってくれた。大将軍曹操は今速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の曹操を討つのだ。真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。
加工。そうそう、球場に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。兄上は双方殿を廃し、双方殿を擁立した。状況を報告してくれ。我が軍は五により分断された。合肥新城までの道、全力で切り開くぞ。ようこそいらっしゃいまし。多くの味方がチリチリになっちまった。かき集めて撤退しないとな。むしろに逃げ場はない。それがしの手でこの地に葬ってくれよ。一掃せ。私の知略が破れようとは。下壁将を討ち取った。その調子その調子。これほどの優勢を覆されるとは。我が軍に気の緩みがあったとも思えぬが、危機は去った。今は皆の無事を喜ぶべきか。やはり五軍は勢いに乗り、合肥新城に戦力を集中させ、
味方を援護し、この苦境を覆すのだ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。方法で勝利し、勢いは今我らにある。この木にしばしを打ち取るのだ。勝ちに乗じる敵の勢いは侮れぬ。我が天命が試されている。まさかこの兵力差で敗れようとは。これがギルの底力か。皆よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦、忘れはせぬ。体が熱い。熱っぽいとは思っていたが、これは。ガピシン、地上は守り通した。今や義はしばし殿なしでは立ち行きま。味方将兵の指揮は、この侵攻を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。上昇の悲願、必ずや。今度こそ北伐を成功させるのだ。デヌ、両兵艦へ増援が送られている模様。敵の層は厚く、総鎮様が苦戦しています。厄介だな。何か止める手段はないか。お知らせがあります。ジョシス様が味方を攻撃しているとの方が。待て、ジョシスはそんな奴じゃない。それは敵の偽物だ。手を打たねえとまずいぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。私は上昇、食感の願いを追っている。お前たちの前に屈するわけにはいかない。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。確保だ。まだだ。陣の世をなすため、私は倒れるわけには。修練を積み、再戦を期す。
我ら。兄上の怪我の回復が諸葛丹様、葬儀を盾にあがく者たちを消し去る好機、関宮剣と文金を討ち取れ。これより味方の援護に向かう。続け。芝一族め、貴様らの思い通りに消されてなるか。葬儀を乗っ取らんとする逆賊芝氏め、その横暴、その傲慢、許しはしないぞ。無理をした。自分はこの度
トガイ、この進行は脅威が指揮している。奴を撃てば職軍も引くはずだ。攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵軍にここまで押し返されたか。だがこれ式のことで引きはせぬ。敵を蹴散らし、発動を開け。今は引くが、まだ諦めぬぞ。上昇から受け継いだ志、次こそ必ず。その執念、正直恐れ入るぜ。けど、俺にも譲れないものがあるんだ。敵将を討ち取った。ふりゃ、今食の国内ではな、諸葛丹、お前が本気ならこうするしかない。呪春の諸葛丹を撃破する。進軍せよ。続くことはできぬ。何としても奴らを撃退するのだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。Yeah!
さっともしばし殿の弟というわけか。そして私は所詮犬。その調子その調子。もう。あん。芝生殿、義弟からあなたを討伐するよう。申し上げます。諸軍は東洋へ進軍し、攻め寄せた諸軍を脅威との決着こそ最大の任務よ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。こたびの北伐が最後と思え、我らの全力で義軍を打ち倒す。脅威の闘志未だ衰えず、だがここで終わりにせねばならん。トラ戦車部隊が到着した模様。頼もしい援軍だ。その勢いに乗り義軍を打ち破るぞ。ここまで義軍が迫ると、だが北伐は必ず成功させてみせる。腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼び兵糧を確保せれば。今だ、伏兵部隊義軍を打ち砕け。またもや敗北を喫すると。上将、お許しください。東洋は落ちた。皆勝ち時をあげよう。我らの上将を敵味方に知らしめるのだ。蜀の侵攻をまたも食いつく。これも諸将の奮戦のおかげだ。礼を言う。あなたの礼などいりませんよ。それに東海殿、とっとと生徒を攻めたらどうです。私も商海殿の意見に賛成。この戦で諸君は全ての力を使い果たしたはず。打つなら今かと。うん、では芝城殿に。おなら私が生徒攻略を進言してきます。自分たちは天水で戦の準備を。
紹介の進言を入れ、これからこの戦で蜀を滅ぼす。長きにわたる三国時代。生徒を包囲できれば勝利は確実だ。そううまくことが運べばいいんだがな。先端は開く。私たちは使わない。連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。一掃する。生徒は私が守り抜いてみせます。竜の妻として最後の務めを果たしましょう。足場を崩し、戦意を損。戦意を失ったな。ここは竜光氏の出方を見るか。敵将を討ち取った。
当該の働きが決め手となる。蜀帝劉禅は降伏。三国鼎立の時代はここに終わった。司馬昭は天下統一のため最後の仕上げに取りかかる。一方、当該はかつて自分が開通させた運河を見ていた。地図を眺め、民の暮らしが豊かになるような方策を考える。そこに彼の原点があった。今年も豊作そうだな。当該様が引いてくださったこの運河がやりがいと生きがいを運んできてくれます。自分はただ地図を眺めて必要と思った場所に建設しただけだ。どんなに偉くなっても筋骨隆々になってもそういうところは相変わらずですな。自分は皆と共に土塁を積み重ね、汗した頃から何も変わらぬ。今日はそれを確かめに参ったのだが、先に言われてしまえば心の使いも取れるものよ。生徒の方じゃいろいろ大変だって聞いてます。だからここで元気出してくださいよ。そうそう、今日いらっしゃると聞いて皆で宴の準備をしておきました。当該様の好物の豚足もたっぷりありますよ。それはありがたい。では今宵は豚足片手に昔語りでもするとしよう。楽しみ。